皆さんこんばんは2月25日今日楽しまないと今夜も元気に参りたいと思いますこんばんはどうもです今日も来ましたねこの時間がねもう3月ですねもうすぐ気がつけばうんもうそろそろねもう完全に春来ますよねそうですねそういうことですあれ今日横からちょっと la の風吹いてませんいやー la 風吹いてます吹きそうこれいやいやいや今日はね映像を見ていただければわかると思いますけど僕ねこの番組を 始めときからぜひ来てもらいたいなっていう人を<あ>今日は来てもらったんですよ <laughs> あのこのラジオカフェに、はい、ほんまにちなんでねこの近辺でももう数々のいろんなものを手がけてるゲストなんでね、うん、もうこの番組にぴったりですよ、はい、ほんまに今回こんなゲスト僕の同級生です来てもらいまし、はい、いたまお願いします女性キー R プロデュース代表取締役レ美さんです。ご招しいただきました。レミです。レミだ。完全お前 LA の風吹いてるよ。カッコいいご登サングラスでかすぎ。でかすぎ。もう似合いすぎそして。え京都で一番でかいサングラスってよく言われる。だけどね、本当ね秋が言ったみたいに LA の風って言ったでしょ。あのこのねラジオカフェのあの皆さんいるじゃないですか。 私も、あ、今日アーティストの方ですかとか、もうそういう感じで。いや、そう思って客観的に見たら、ぽいて思ったもん。ほんまに。もう噂になってましたね。びっくりした、びっくりした。はい。っていうことで、あの、じゃ、そろそろ、じゃね、あの、そのサングラスもね。もう取ってもらって、あの、素顔見してもらうかなと。よろしくお願いします。はい。 とというこであのちょっとねあの女性目線で多分いろいろあの気になることとかまあ今日のゲストのねレミちゃんがまあどういったことをしてるかっていうのをあのすごい興味あると思うんでそうですねファッションのことなそそううでですすす興味ありま先ほどお聞きしたんですけれどもここラジオカフェ三条五個町の周辺でもジュエルディルドルチェの3店舗されてるらしいんですけれどもそれぞれどういった お店の系統といますか系統は一応3種類にちょっとずつ分かれててジュエルからジュエルが一番若め層的には若めでちょっと LA とかアメリカとかまあ入ってきたね LA さすがやねなるほど一番ちょっと露出が多かったりとか裕福がセレクトで多い感じであとドレスとかがメインにもありますねドルチェは ドルチェが、あのイタリア、ヨーロッパものが、ほとんどで、あの、うん、ハイブランド。うん、あの、エレメになりますね。そうですね。ハイブランド。ドルチェはね、僕もあのオープン前、よく見に行かしてもらいましたね。あ、もうね、え偉いですよ。僕もやっぱりそういうところは真似しなあかんなと思ったんですけど。うんうん、もうすごい、あの、自分でというか、いろんなもう、コストをね、抑えるために。うん もう自分でいろんなもんを塗ったりとかカーバイトとかですよ。もうお店の中自体をね、すべ<ー>て僕たちどうしても業者に頼んだり<ー>そういうの任せる一方なんですけどお店の内装からプロデュースされたっていことうもうね,もす,ねすごいですもうこういうこのパワーねーもう寝る間も惜しいんで,でもそれをしたりとかかっこいいですねもうそこを見てるんでね<ー>でそのお店が今言ったみたいなえー、っと ちょっとハイブランドですね。なんとか僕も寄してもらったんですけど、むちゃくちゃいいの置いてますよ。あ、そうなんですか。そしたらちょっと年齢層が高めの方もいらっしゃる。一番年齢層高いお店になりますね。はい。で最後ディルはディルが一番まなうちの中でナチュラルなちょっと女の子らしいガーリーですか。そうですね。が多いかと思います。そしたらアキポンジャガリーで。あ、今日の私ですかね。また違う。どうですか、レミちゃん。え、一番 うちの店舗の中で今日は秋はディルっぽい今日はディルディルディルん明日はジュエルでもいいかなでもドルチェにはまだちょっとねちょっとまだ早いかもしれんねもうちょっとねもうおばちゃんになってからでもいいかないやもうそんな関係ないただねそのねドルチェあるじゃないですか僕さっきまっちらっと聞いたんですけどそのドルチェそのハイブランドとかを扱ってるっていう中で最近なんかこういったあのすごい痛くのある 仕事の依頼を受けるというか販売以外のそういうのもしてるんですね最近ちょっとオーダーがもともと趣味でやっていたのがだんだん仕事に結構なってきててもともと趣味で初めてまあ言うならば友達だったりとか自分でっていうのでやったんが仕事としての。が今は多いあのハイブランドのカバンとかのリメイクが多いんですね。 ちょっとね、せっかくなんでね。見せていただきますかね、持っても見れるんで、ぜひちょっと、その今、されてるね、ものをちょっと一度。まずは、肩掛けのタイプですかね。あ出てきた。ビトンのバッグですね。ビトンのものですね。見えまここなんですけれども、モノグラムの模様が、ラインストーンで。 ラインストーンですか。いいすね、そうですね。この辺はお客さんのオーダーと好み色を聞いて<ー>あのそれぞれのカバンに好きなカスタムをさせていただいているので<ー>シンプルな方、前面の方、<ー>あのいろいろデザインが何でもできます。<ー>それあるだけで一気にゴージャスというかね。 でもちょっっと控えめで上品なな感じにてますよね結構カバンが飽きてきたりとかちょっと古くなってそれだけでは持ちにくいっていうカバンにあえてさせてもらったりとかそういうコンセプトいいですねもう一回お気に入りにしようっていう服なんかはねよくそうやってリメイクやっぱり時代で太さであったりそういうのも変わるじゃないですか丈であったりとかそんなんを昔から結構リメイクしたりとかは。 ね、そういうのはまあ主流だったかもしれないですけど、こういうハイブランドのカバンも持ったいですもんね。カバンも聞かないですかね。うんそれしこうやってもう一回復活というか、もう一応まだ違う感覚で持てたら、まず一つ目のカバンこちらでした。モドグラムのカスコ。これあれですか？色も結構いろんな色、もっと明るい色というか、んの赤とか青とかそういうな。 ラインスンも全然言ってもらったら何色でも目立つようにもできるっていうことですなるほどありがとうございます第二弾はい。どのような感じですかエスニックっぽいのでっていうオーダーですねはいちょっと夏っぽいのが出てきます。たなるほどはい。アンティークのポイを使うタイプですねこのチャームですねちょっとネイティブ系というかとですね結構ディルのお客さんはネイティブ系が好きな方が多いので結構ビットンすぎず あのフリンジとかがが好きな方が多いそうですね、うん、ハイブランドハイブランドしてないっていうのがちょっといいですかね、うん、だからどういう形でもう一回リメイクするかってことですねうん、うん、そのお客さんのニーズに合わせてそういうのを全部、ね、まあこれ夏にカゴバッグじゃなくても、うん、こういう感じの持ってたらすごいいいですよね。 今日のアッキーとかが持つと、まあ、かわいいか、ニットと。いろいろ合わせられますね。それちょっと帰り、ちょっともらおうかなとか思ってんちゃうな。ちゃんと、ちゃんと。お金払ってやんお金。もちろんです。ちゃんと。頑張りますよ。まあね、学生やから、まだまだね、そんな、買えるお金ないかもしれないですけど。じゃあ、第三弾。一番ゴージャスです。はい。おお。 この羽、フェザーというかフェザーですねおすごいこれはだいぶ使い込んであるのであれですけどこれまた、これなんていうんですかコンチョですね初めて聞いたモノのターコイズ使ったこちらも同じ感じだったと思うんですけれどもちょっとまた、違うんですねそうなんですねなるほど全然違うんですね、ゴージャス感が出るんですねこのフェザーがあるだけで いいですね。しっかりついてますね、こちらも。これ僕でやっぱり一番気になるのは、こういうのあと日数と、あとはやっぱりこれですよね。どれぐらいでやっぱり。早く欲しいですもんね、まずは。そうそうあと、やっぱアホみたいに値段してもらったら、いや、それやったら新しいの買うわってなってしまうから、それのもし差し支えなければ、どの程度でこんな感じができるとか。これぐらいだったら、 ものによりますけど1000円とか結構いってもスワロフスキーたくさんつけたりとかでも2万3万とかあとはお客さんのお好みでボリュームが欲しければその予算に応じてこういう感じでこの値段でやりましょうかとかまでおうちに眠っている使わなくなったハイブランドあれば全然今どきっぽくなりますもんね。 それでまた使った方が味も出てちょっとおシャレになってねえ街歩いててもちょっと目を引きますよねいや素晴らしいそんなんまでねただでもねそのセレクトショップというかそのハイブランド系とかはどうしてもやっぱあるでしょもう買い付けというかそうですねはい主にどっちの方が多いですかあああのののお店にによっってももちょと季節 ヨーロッパ、イタリアフランスの方とかあとロスの方とはもうアジア圏各国そうですねまあでもね多分そんな羨ましいって言ってるけどさっきも言ったみたいにレミちゃんはもう何事も結構こうね自分の足で全部いらん無駄な。 経費もかけんとやってるから、まあ、行ったら行ったでね、僕は。旅好きだからね。よくまあ、フェイスブックで見してもらうんですけど、まあ、荷物もブわー抱えて、すげえな、みたいな。じゃあ、暴れレルですね、そう。そうそうそう。だから遊びに行ってるわけじゃないから、やっぱりちょっとでも浮かした分で、いいもんを買って、よりいいもんを安くで提供したいですよお客様に届けたいっていうね。ただね、僕、一つ気になるんですけど、やっぱりそういったところで、 旅先でねトラブルじゃないですけどんかちょっとこうこれは参ったみたいなこれらの話とかちょっと時間もあれなんですけど最後にそういう話をまず銃撃戦に巻き込まれて泊まってるホテルのガラスが全部割れたとかそれはちなみにどこでそれはロスですねやっぱりやっぱり怖すぎいやもうレビでに怖すぎ。 あの銃撃っていうかその音聞いたらみんな伏せるとかみたいなもうそういうのが日常であるっていうぐらいからもうそれホテルで、うん、あの,ホテルの近くで始まってあの逃げてる犯人を追っかける警察との銃撃戦に巻き込まれてホテルに入ったけどたまたま銃弾が当たったっていうのが一番危険は危険だったかもしれないですね。 この間本当につい、うんはい、先月、うん、あの乗り換えで、うん、あの行くはずだった国に乗ってから、うん、違うところへ飛んでいた飛行機に乗ってしまってたっていう、うん、えあ言うたらその間違えて乗ったといやちゃんと乗ったんだけれども、うん、あのどこに行くか告げずに、うん、あの違うところにその飛行機がもう飛んでいたっていう。 <え>フ,ィフィレンツェ駅に乗ったのに、うん、ローマに飛ばされていたっていうのが、まあ、びっくりしたえそれはもう飛んでる最中に気づいたのが着いた時にえここローマみたいなえ離陸した時にあれちょっとちゃうぞとあの揉め出して<ー>実はこれローマに飛ぶんだみたいな感じだったのが,<え>のが、まあ、びっくりし,し,した <laughs> そんなあるんすね,ね<え>ある日本ではないですよね,ね やっぱそういうのを考えてやっぱ日本ってやっぱり安全な国ですよねまあきっちりしてますねそんなもうなんかごめんに進まないですもんね日本やったらそうですねそんな航空会社多分もう一気に人を強いから誰も乗らへんでみたいね <laughs> へ<ー>そういうのはあるんですか <laughs> たまにその国に寄ったらいや,いや告げずに行かれたのは初めてですね <laughs> そんなことりの国自体でそういうことはたまに起こることなのかいやもう今回は荷物もなくなりひどいひどい10時間待たされ違うとこ飛ばされっていう悲惨な感じでしたねすごいねやっぱでも日本だけじゃやっぱそういうとこいろいろ行くとそういう話がいっぱいあるんですねそうですねこれはねぜひちょっと僕思うんですけどもう時間がね来てるんでまたねこれいつか ねゲストまで来てもらってねー続きであったりまた次の新作とかをぜひあの聞きたいですねそうですね貴重なご体験も聞きましたし、いや今日はもうちょっとねありがとうございます本当にありがとうございましたもう一度ご紹介しましたあの r プロデュース代表取締役レミさんでした今日は本当にありがとうございましたありがとうございました皆さんまた来ますよレミちゃんまた見てくださいね